聞いたわね。母さんを話しなさい。それ以上近づかないで。私は紋章師の指輪を持ってるの。女王の首をオールなんて、たやすいんだから。すまない。私が甘かったよ。妹王女はまだ、アチラさん側だったとはね。他にイルシオン兵はいません。 まさか一人でここに。ええ。お姉様とはぐれたって嘘ついたら、あっさり城内に入れてくれたわ。さあ、指輪を渡しなさい。さもないと女王を殺すわよ。オルテンシア、どうして？久しぶりね、お姉様。私てっきり、お姉様は死んだと思ってたのよ。生きてるって知った時は嬉しかったのに。 どうしてそっち側にいるの？それはお父様がソンブル様に準じた以上、イルシオンの意向はソンブル様に組みすることよ。なのに、神竜側で戦ってるなんて、私のところに帰ってきてくれなかったなんて、お姉様はイルシオンを裏切ったのね。裏切ってなんかないわ。話を聞いて、オルテンシア、裏切り者の話なんか聞きたくない。 早く指輪を渡しなさいよ。指輪を渡しません。は？あんた分かってんの？指輪を渡さなかったら女王を殺すって言ってんのよ。ですが、私がここであなたに屈したら、指輪を渡してしまったら、ソリア女王が、ミスティラが、フォガートが、ソルムの皆さんがしたことが全て無駄になる。 だから絶対に渡すことはできません。女王も殺させはしない。神竜様の言う通りよ。私もあなたに指輪を渡す気はない。ミスティラ王女。指輪を渡したら、茶竜が力を得てしまったら、この国は民たちは滅んでしまう。母さんを人質に取って勝ったと思っているのなら甘いわ。私はたとえソルム王家の誰を危険にさらそうと、 最後まで指輪と、この国を守る。二人ともよく言った。それでこそ神竜様と次期ソルム女王だよ。何よそれ、意味が分かんない。親を殺すって言われたら普通は取り乱すでしょ。怖がりなさいよ。泣いて命乞いして指輪を持ってきなさいよ。私には指輪が必要なの。 力を手に入れて、お父様を生き返らせるの。オルテンシア、お父様は戻らないわ。見たでしょ、邪竜に殺されるところを。私たちのお父様はもういないの。生き返らせるなんて、そんなこと指輪を集めたってできないのよ。やってみないとわからないわ。私は取り戻す。お父様もイルシオンも、 めちゃめちゃになった全部を元に戻したいだけなのに。オルテンシア、それは私だって。言うこと聞かないなら本当にやるから、本当に殺しちゃうんだから。あなたにはできません。殺せないはずです。家族が死む辛さを、それだけ知っているのなら。<笑>やるならやりな、お嬢ちゃん。それであんたの望みが 本当に叶うならね。私、オルテンシア王女のもとへ、これ以上は手を下せません。オルテンシア、もうおしまいにしましょう。私、あなたをずっと心配していたのよ。お姉様。 そうはさせませんわよ。セピア。ええ、お久しぶりですわね。この前はどうもお世話になりました。せっかく指輪を全部奪ったと思ったのに、元イルシオン第一王女にしてやられましたものね。
ま、その件に関してはいいですわ。それよりも、ホルテンシア王女、勝手に指輪を持ち出していけない方ですわね。その上内緒でこんなところまで。ソンブル様、そしてベイル様のご意向ではソルム信仰は静観の方針でしたのに。困りますわ。お城で私たちを足止めしたあなたの進化は捕まえさせていただきました。ロサードとコルトマリンに何かしたの？それは戻ってお確かめくださいな。こちらから仕掛けるつもりはありませんでしたけど、せっかく来たのならお土産くらい持って帰りたいところですわよね。マロン、モーブ。許しよ兵。驚いたな、難攻不落のソルム城にこうもやすやすと入り込めるとは。セピア、女王はどうする？もう使えなさそうだから殺しちゃう？ダメよ、せっかくの王の地ソンブル様に捧げるために連れ帰らないと。そっか、了解。スフォリア女王。さて、ホルテンシア王女、指輪を奪おうというお志と短気でこの城に入り込んだことはご立派ですわ。微力ながらこのセピア、そしてマロン、モーブも加勢させていただきます。こいつらを殺して共にイルシオンに戻りましょう。でもさあ、指揮を取ってくださいな。こいつらの指輪をすべて我らのものにすれば、もう少しで12の指輪が揃いますわ。もう少しで指輪か。様子がおかしいです。指輪を集めたら、そうすればお父様は。もちろんハイアシンス王はよみがえりますわ。何もかも元通り。何もかも元通り。指輪を奪う。まさか戦う気ですか？ホルテンシア、しっかりして。ホルテンシア。そんな呼びかけ聞こえませんわよ。せいぜい殺し合ってくださいな。行きます。好きにはさせません。指示をくれ。
に立ちたいです。ご指示を。わかったわ。胸に出会えてよかったよ。
珍しい動物が。くれましたか。ごめんね。勝利完了だ。したらいいか。
せめて安らかに。仕上がりは上々。
俺が勇者だ。勇者として当然だ。出番かい。問題ないさ。調理完了だ。
ああ、楽になった。ありがとうございます。また立ち回れそうだ。好きにはさせません。承知。ありがとう、大好き。了解。デスタン大教会から奪ったよ。はい。うわ。気軍が強敵であることは承知の上。ふっ。それもじゃ迷うものか。終わったか。やった。命の恩人だよ。優しくはできないな。僕がこんなやつに。
が滑ったぜ。絶対そうだよ。僕もう帰る。仕上がりは上々。血を閉じてまでの任ではない。この辺りで引かせてもらおう。Ah!
行こうか。お父様のため指輪を。なんとお詫びしたらいいか。負けないわ、私は。指輪の力が暴走し始めた。邪竜側の権限の影響でしょうか。みんな、気をつけてください。勇者として当然だ。終わったか。僕なんかに住む。力を貸してください。目をそろしたんです。私は好きにはさせません。他の魂に安らぎ。や、君に敬意。何もかもうまくいかないの。
姉様。よかった。正気に戻ったのね。イルシオン兵たちは？撤退しました。私も戻らなきゃ。今戻ったら危険です。またセピアに洗脳されてしまうかも。でも、私がいなくなったら、イルシオンのお城に誰もいなくなっちゃう。お父様がいなくなったイルシオンを、守れなくなっちゃう。そうね。でもそれは、仕方のないことよ。お姉様はイルシオンが大事じゃないの？大事よ。死ぬほど大切で、守りたかった。けれども、あの国はイルシオンではないわ。あなただって分かっているでしょう。あの国はとっくに邪竜の国になったこと。アイビー王女、認めたくなんかなかったわ。けれど邪竜が目覚めてお父様が奴の言いなりになった時から、あの国を滑る存在は王族ではなくなってしまった。今国を動かしているのは邪竜とその娘と宿儺。戻ったとして何ができるというの？奴らの牛耳る城にいて、国を、民たちを守れる。それは、私だって戻りたい。そうできればどんなにいいか。でも、今イルシオンのためにできることは、邪竜を倒すことよ。それが、お父様を止められなかった責任だわ。国のことを本当に思うのなら、私たちと共に戦いましょう。もう戻れないのね。小さい頃からずっといたお城に。え、みんなと過ごしたあの部屋にも、お姉様と本を読んだ庭にも。お別れなのね。進化たちだって置いてきちゃった。いつかまた取り戻すために、私も戦うわ。ここで一緒に。オルテンシア、ありがとう。今までごめんなさい。この指輪、神竜様に返すわね。導き手の指輪、取り戻してくれたこと感謝します。私はただ自分のわがままで持ってきただけよ。それでもありがとうございます。教えよ、風花のエンブレム。紋章師ベレトだ。とても長い夢を見ていたような気がする。再び神竜のもとに戻れたのなら幸いだ。この力で皆を導こう。お願いします。紋章師ベレト。いや、みんな無事かい？スフォリア女王、あわや連れ去られるところだったけど、間一髪で助けてもらえて命拾いしたよ。母さんを捕まえてたイルシオン兵をみんなで取り囲んでやったの。絶対に守ると思ってな。しかし僕たちの出る幕はあまりなく、ソルム王城兵の皆で袋叩きに。うちの王城兵は怖いからね。ご無事でよかったです。城内の敵は片付けてくれたんだね。さすがだよ。神竜様、さっきはありがとう。あなたは敵に屈さず、指輪と王家を守ってくださった。あのきっぱりとした物言いと佇まい、生前のルミエル様かと思ったよ。嬉しいお言葉を。感謝します。あのスフォリア女王、あんたはイルシオンに戻らなかったのかい？今回の件、
本当に申し訳ありませんでした。どんな罰でもお受けします。私からも謝罪をさせてください。スフォリア女王、オルテンシア王女は確かに戦を仕掛けてきました。ですが途中から蛇竜側の幹部に操られていたんです。正気に戻った後、指輪も返してくださいました。へえ。二人とも顔を上げな。はい。事情は分かったが、よくも私を脅してくれたね。女王暗殺未遂なんざ重罪で力を行きだよと言いたいところだけど、あんたたちに罰を与える気はない。え？城に入ってドンパチやらかしたのは勝手に入ってきた蛇竜側の兵たちだろ。オルテンシア王女がしたことは結局一人でここに来て私たちをちょっと脅した、それだけさ。申し訳ないと思うならさっさと蛇竜を倒してイルシオンを再建しな。隣国がいい国になると私の利にもなる。この話は終わり。いいね。はい、ありがとうございます。お慈悲に感謝いたします。スフォリア女王、必ずや祖国の再建をお約束いたします。私もこれに懲りて城の警備をより一層厳重にするよ。今後も王の血を狙って蛇竜の手勢が現れるかもしれません。私の軍より何人か護衛の兵を。ああいい、その辺は親戚連中がいっぱいいるから心配ないよ。城にとどまってた方が危ないってんなら影武者を立てて放浪でもするさ。だからこっちの心配はせず、遠慮なく蛇竜をぶっ潰しに行ってきな。はい、ありがとうございます。そういうわけだよミスティラ、もう一つの指輪の場所に神竜様をご案内しな。はいはい、未来を選びし者の指輪しっかりお渡ししてくるね。場所はどこなんですか？北の城塞だよ。